四日市市立中部中学校は、三重県四日市市にある公立中学校。特別支援学級、6A6 バイトがある。また、多様な国籍の生徒在籍する。2003年体育館耐震工事完成生2006年、バリアフリー化工事完成、四日市版、コミュニティスクール設置2008年四日市市、防災備蓄倉庫設置2011年四日市市、 防災備蓄倉庫設置2013年避難所、表示等グランドイド、地震時自動会場防災ボックス設置2014年、避難施設整備2015年と書室エアコン設置おけ2016年、公明表示、私立中部中学校から、四日市市立中部中学校に付け替え2017年中部、中学校運営協議会が、地域学校共同活動における文部、科学大臣賞を、 受賞学校づくりへの5つの柱中間テスト、自然教室三市駅伝大会、職場体験学習運動部は8月に行われる中大連、9月に行われる新人大会などに出場し、吹奏楽部はコンクールなどに出場する。駅伝大会の前になると駅伝部が指導し、体育祭や体力テストの長距離で優秀な成績を収めたものが、 男女駅伝部の部員となる。課外活動として、体操や水泳、剣道などがある。出身者、ありがとうございます。